JR 仙山線各駅の分布、及び、それら各駅を結んだ図。仙山線は、宮城県仙台市青葉区の仙台駅から、山形県山形市の宇前千と駅を結ぶ、東日本旅客鉄道の鉄道路線である。運行系統としては、大宇本線の宇前千と駅から、山形駅までも含む、宮城県の県庁所在地である仙台と山形県の、 県庁所在地である山形とを結んでいる。名称は仙台と山形から頭文字を一字ずつ取って付けられた。日本初の交流電化が行われた路線でもある。起点の仙台駅で東北新幹線及び東北本線に終点の宇前千歳駅では大宇本線に接続している。宇前千歳からはすべての列車が大宇本線の山形駅に直通するため、 運転系統としての仙山線は、大宇本線宇前千歳駅山形駅間を含んでいる。同区間には、期間の異なる山形新幹線、山形専用とは別に独立した単線が仙山線用に付設されており、北山形駅山形駅間は、あてらざわ線の列車と共用している。全線が仙台市内と山形市内にあり、東北本線との分岐部分でわずかに、 仙台市宮城野区、奥新川駅、仙山トンネルの間は一部大白区を通るものの、駅や信号場などの施設はなく、駅はすべて仙台市青葉区内と山形市内にある。途中で他の市町村を通ることなく県庁所在地同士を直接結び、かつその両都市のみで完結する JR の路線は仙山線のみである。県境付近は勾配の厳しい山岳区間で、 運行車両にもそれに対応する性能が求められる。ほか、周期には車窓から紅葉を見ることができる反面、落葉によって車輪の空転が引き起こされ、ダイヤが乱れやすい。車輪が空転する状況が予想される場合は、機関車が落ち葉破棄列車として走行することがある。この落ち葉破棄列車には、当初仙台車両センター所属の ED78 系、 電気機関車が使用されていたが、同形式の全廃後は ED75 系電気機関車に変更され、近年は郡山総合車両センター所属ので10系ディーゼル機関車や落ち葉吐き用の装置を仮設した E721 系電車が使用されている。1972年から仙台市内区間は特定特市内の対象路線となった。当初、 仙山線で対象となるのは北仙台駅のみであったが、後の新駅開業を及び旧宮城町の仙台市への九州合併に伴い宮城、山形県境の奥新川駅まで拡大している。2003年からは仙台駅、愛子駅間が IC カード乗車券、スイカの仙台エリアに含まれ、2004年からは仙台駅山寺駅間が仙台丸ごとパス適用区間となった。 仙山線の隠し案内サインなどに用いられるラインカラーは黄緑色に設定されている。2014年4月1日からは全線が大都市近郊区間として新設された仙台近郊区間となり、佐久並駅、山寺駅でも IC カード乗車券、スイカが利用可能となった。仙台駅北仙台駅間は仙台市地下鉄との代替輸送対象路線に指定されており、 当該区間が運転見合わせとなった場合は、仙台市地下鉄南北線への振り替乗車が認められる場合がある。全線が仙台市社の管轄である。仙台と山形を鉄道で結ぶという議論は明治10年代末から存在した。これは現在の東北本線の前身にあたる日本鉄道が仙台を経由して建設されることに合わせて、 山形まで鉄道を実現するという構想だった。仙台と山形の間の鉄道は、山形県側だけではなく、宮城県側も要望していた。しかし、この要望はすぐには実を結ばず、山形への鉄道としては、現在の大本線が先に建設された。仙台と山形の間の鉄道構想においては、路線の経路が問題となっていた。この二つの県庁所在地の間には、 大羽山脈が横たわっており、関山峠、二口峠、笹谷峠が鉄道路線の経路として考えられ、関係する市町村がそれぞれの思惑から誘致活動を行っていた。しかし、このような状況は鉄道の実現に望ましくないと考えた仙台側と山形側の双方が、1919年に誘致運動を一旦白紙化した上で一元化する。 ことを決めた戦山線の計画が進まない一方で宮城県と山形県を結ぶ初の鉄路として陸羽東線が1917年に開通した1922年4月11日に交付施行された鉄道布設法の別表第20号に戦山線は規定され12月27日より 始まった第46回帝国議会で承認されて1923年の着工が決定された。しかしこの年の9月1日、関東地震が発生した。この震災の復興を優先するために政府は重要路線を選別した上で鉄道の建設を続けることを決めた。沈山線建設の望みは薄いとも考えられたが、1925年度からの 着工が改めて決まった。1927年頃の仙台市及び近郊地図。地図の上部に建設中の仙三島線が実線で図示されている。季節の東北本線から分岐し、当時の仙台市街地を避けて宮城郡原の町や道郡七北田,田村荒巻を通っている。これらの鉄道の他には、仙台軌道、宮城電気鉄道、秋保軌道、仙台市電が見える。 仙山線の建設は1926年4月に宮城県側から始まった。1929年に仙山島線として仙台駅、愛光駅間が改良し、1931年には佐久並駅まで路線が伸びた。この区間においては仙台市北部の新設駅の場所をめぐって論争が起きた。また、この間、浜口内閣によって熊金、奥。 進化は山形の各航区の工事が中止させられるという一幕があった。仙台側の鉄路の敷設が進む一方で、鉄道の経路に論争があった。山形側の着工は遅れた。鉄道省は東村山郡千歳村町長において、大宇本線から分岐する形で仙山線を建設する計画を立てていた。しかし、山形には、 山形市街地東部を経由する形で仙山線の建設を望む声があり、千歳での分岐が決定的になった後も、線路の東側会及び駅の設置の予防がくすぶり続けた。その一方で、これに反対する意見もあった。この問題は解決を見ぬまま、1931年に山形市会から鉄道省に一任された。1932年に、 千歳から立山と山寺を経由して、仙台側へ路線を建設することが決まり、この年の9月に工事が始まった。そして、1933年に、仙山西線として、宇前千歳駅山寺駅間が開業した。この時、仙山東線、西線いずれも、非電化であり、蒸気機関車が走行した。蒸気機関車の方向転換のために、当時の佐久並駅と山寺駅には、 転車台があった。残された佐久並駅山寺駅間は1937年に開通した。大宇山脈を横断するこの区間には全長5361メートルの13トンネルが建設された。これは当時としては上越線の清水トンネル、東海道本線の丹那トンネルに次ぐ日本国内で3番目の長さを持つトンネルだった。トンネルの宮城県側は 流水が多かったが、地質が良好で1日平均約10.5メートル、掘り進み、予定されていた工期を短縮するほど順調な工事が行われた。一方の山形県側は、流水は少なかったが、粉塵が多くて苦労があったという。この長大トンネルにおける蒸気機関車の場限被害を避ける目的で、桜並山寺間は開業当初から直流電化され、 電気機関車がここを走行した。作並駅には、仙台機関区作並機関宿が置かれ、ED19 系電気機関車4両が配置された。また、全線の開通に伴って路線名が仙山線となった。全線開通日の一番列車では、上りが山形駅発5時25分、仙台駅ぎ7時57分で、所要2時間32分、下りが、 仙台駅発5時58分、山形駅議8時34分で、所要2時間36分であった。当時は、大宇山脈を横断する直流電化区間の山寺駅、作並駅間では、電気機関車で運行し、電化されなかった山形駅、山寺駅間、及び作並駅、仙台駅間では、蒸気機関車で運行したため、山寺駅及び作並駅では、 機関車の付け替えが行われた。開通当時の仙山線では、行商の女性たちが主要な乗客となった。彼女たちは、山形から野菜等を運んで、仙台で売り、太平洋側の港で上がる海産物を山形に運び、両都市の物流を担った。国鉄は1953年に、日本国有鉄道交流電化調査会を立ち上げ、 交流電化による鉄道の運行の実現を目指した。翌1954年に仙山線の北仙台駅から佐久並駅までの区間が交流電化の試験線に指定された。試験の目的は交流を利用した車両の実用化に目処を立てることはもちろんのこと、当時交流電化の最大の欠点とされていた線路周辺の通信障害の影響度を見極めることもあった。 このため、国鉄のほか、日本電信電話公社や東北電力なども試験に参加している。仙山線の北仙台駅、佐久並駅間が試験線に選ばれた理由として、機関車の付加試験に適した勾配があったこと、通信障害を確認するための施設やトンネルの改修にかかる費用が少なかったこと、直流電化区間と接種交流と直流の切り替え、試験が行えたこと、 電力の供給が安定していたこと、列車ダイヤに余裕があったことが挙げられる。この試験のために、地上施設関係に4億4千万円、車両や、その他施策に2億4千万円がつぎ込まれた。まず、1954年10月から陸前、落合駅と陸前白沢駅の間で試験が始まり、1955年4月には、 試験区間が北仙台駅から桜見駅まで広がった。試験は1956年4月まで行われた。桜見山寺間はすでに直流電化されていたので、桜見駅は日本初の交流電源と直流電源の接続駅となり、交流と直流の地上切り替えのための設備が設けられた。当初は世界で 初めて商用周波数による交流電化を実用化したフランスからの試作機導入を目論が国鉄だったが、これは不調に終わった。交流を使用して、交流整流子モーターを直接駆動する方式と、交流を整流機で直流に整流して、直流モーターを駆動する方式の2方式の、交流用電気機関車や交流用電車雲屋や790型が日本国内で試作され、 各種の試験に供された。ここで得られたデータや技術は、以後の幹線の交流電化や、そこで運転される車両にも活かされ、やがては1964年に開業する新幹線の成功にもつながっていくことになる。1957年には交流電化区間が仙台駅まで拡大され、この年の7月から交流電化を用いた貨物列車の営業運転が始まった。 9月には一部の旅客列車の営業運転にも当てられるようになり、10月には全列車の運転が電気機関車によるものとなった。作波機関区には試験で用いられた交流用電気機関車と ED14 型や ED17 型といった直流用電気機関車が所属し、それぞれ先山線で運用された。高直流用車両の試験は1958年から行われた。 二つの異なった電革間を直通運転するため、日本初の高直流量用電車として雲モ491型特ヤ490型が試作され、車上切り替えの試験が実施された。雲モ491型特ヤ490型は、試験終了後にそれぞれ旅客用車両雲モ491型とクハ490型として改造され、 千山線の臨時列車に使われた。山寺駅から宇前地と駅の間は、大宇本線の山形駅宇前地と駅間を含めて1960年に一旦直流電化されたが、1968年の四三島と呼ばれるダイヤ改正の直前に、千山線全線は交流電化に統一された。これによって、佐久並駅の高直流地上切り替え設備も役目を終えた。また、 1960年には仙山線に、準急列車が登場した。これは、仙台駅と新潟駅を結ぶ準急、朝日と仙台駅と酒田駅を結ぶ準急、合算である。この二つの準急列車は、仙山線内で、並結運転を行っており、一往復が設定されていた。1963年には、仙台駅と山形駅を結ぶ、準急、 千山山往復が運転を開始した。これらの準急列車はいずれも後に急行列車となった。1984年に仙山線は大きな変化を迎えた。仙山線の仙台駅、愛子駅の間にある駅は、開通当初から北仙台駅と陸前落合駅の二駅のみだったが、この年、この区間に西岸駅として北山駅と国見駅が開業し、さらに仙台駅と 愛子駅の間を往復する列車が設定された。これは当時の仙台市北西部や宮城町において団地の開発が進んで住人が増え通勤需要が生じたためである。この後、1988年の東照宮駅、1991年の葛岡駅と西岸駅の開業が相次いだ。2000年代に入ると沿線の東北福祉大学が 新駅設置に動き出し、JR 東日本や仙台市と協議した。その結果、東北福祉大学が建設費を全額負担することで駅の設置が決まり、2007年3月18日に東北福祉大前駅が開業した。かつて急行列車だった千山は1982年に快速列車へと変わり、ダイヤ改正の度にしばしば増発が行われた。 1985年には仙台駅と山形駅をノンストップで結ぶ特別快速千山一往復が登場した。1990年には設備の改良で最高速度が時速 95km に上がりノンストップ列車は仙台駅と山形駅を51分で結んだ。また、大宇本線福島駅山形駅間改め機工事の折、当該区間で 列車運行が不可能であったことから、輸送力不足を補うために、455系、電車給料編成によるノンストップの特別快速、千山の運転も見られた。しかし、1998年12月にノンストップの千山はなくなり、これ以後、快速列車の停車駅は拡大していった。2001年には土曜、休日に途中停車駅を山寺駅と、 北仙台駅に限定した特別快速ホリデー線山が誕生したが2003年に廃止された。バブル景気期以降、全線を通して乗車する利用客が減少傾向を見せる中、2004年からは東北山形自動車道経由で1山間を結ぶ高速バス、仙台山形線の増発、運賃競争による旅客争奪線も強いられてきた。 仙山線は W 切符で往復利用すれば高速バスよりも安価であり、価格優位性がある。また、沿線に立石寺や作見温泉などの継承地があるほか、仙台口において複数の教育機関が所在していることもあり、近年では競合する高速バスと、ほぼ互角の利用客数となっている。加えて、大雪による運休が少ない仙山線は、 当期の運休が多く見られる山形新幹線のバイパス路線としても機能していることもあり、全線投資での利用客数は下げ止まっている。他方、愛子盆地の人口増加と国道48号、仙台西道路のラッシュ時の混雑により、愛子盆地住民の都心部への自動車、バスによるアクセス時間が伸びてきたため、定時性のある仙山線通勤の需要が高まっており、 愛子や陸前落合などの仙山線開業時からの駅の利用客の増加が顕著に見られ仙台近郊輸送に重点を置いたダイヤが組まれている。なお、1999年策定の仙台市のアクセス30分構想に基づき仙台市のオムニバスタウン事業において両駅の駅前広場が整備された。快速仙山仙台駅東照宮間では かつての東北本線小田原東邸駅付近に新駅を設置する案が数度提起されており、1986年12月には仙台市議会に小田原駅が請願されたが、2020年現在、小田原東邸駅の再開もしくは、小田原駅の新駅開業に向けた具体的な動きはない。このほか、青葉区中江付近から北仙台駅までを高架化し、 新石巻街道踏切付近に新駅を設ける構想もある。高架化案に対しては東照宮駅付近の景観を害するものだとして地元住民から反発の声も上がっている。仙台市議会の議事録における議員や仙台市当局の発言をまとめると中江付近の立体交差については JR も同意しているので時期は未定だが建設される見込みである。一方で伏線化は 難しいとのことである。運転系統としては、仙台駅山形駅間であり、宇前千歳駅山形駅間では、大宇本線に乗り入れる形をとる。この宇前千歳駅山形駅間は1999年の山形新幹線の山形駅、新城駅間の延伸に伴い、伏線の大宇本線のうちの単線が、狂気から標準期に改め期され、 それと同時にもう一本の単線が仙山線、あてら沢線の乗り入れ用として狂気のまま残された。それ以降、実質的には仙台駅山形駅間の全区間で独立した単線を持つ路線となっている。仙台駅に近づくほど日中でも利用者が増えていくため、列車は終日にわたり4両、または6両編成で運転される。ワンマンでの運用は、 一切行われていない。全線を通して運転される都市間連絡列車として、快速列車が7往復運転されている。停車駅パターンは、辞表 AC の3種類があり、主に C の列車が運転されている。天候不良やダイヤの乱れなどにより、一部区間、または全区間の快速運転を取りやめる場合がある。停車駅、平成時代は、 ダイヤ改正の度に停車駅パターンを変更することが多く、かつては6種類もの停車駅パターンが存在することもあったが、近年の快速停車駅は上記3種類のパターンで統一されている。以前は全区間を快速運転する A パターンの列車が多かったが、現在は仙台駅、愛子駅間の各駅に停車する C パターンの列車が半数以上を占めている。 一方、愛子駅以前千歳駅間は、快速停車駅の削減が行われており、かつては一部の快速が停車する駅であった陸前、白沢駅、熊ケ根駅、奥新川駅、面白山高原駅はすべて通過駅となったほか、高瀬駅と立山駅に停車する B パターンの快速も上り一本のみとなっている。普通列車は、すべての列車が仙台駅発着である。 快速列車が運転されない時間帯に仙台駅山形駅間直通の列車があるほか仙台駅愛子駅佐久並駅間の区間運転もある仙台駅愛子駅間1時間あたり2から4本の列車が運行されている仙台の近郊区間であり通勤通学利用客が多く仙台県の JR 在来線では東北本線に着く需要がある区間となっている 1984年2月1日のダイヤ改正において仙台駅、愛子駅間に北山及び国見の両駅が開業したことに伴い愛子駅に3番線ホームを開設して同区間に区間列車を設定した。これにより同区間の普通列車の本数は急増しダイヤ改正ごとに増発が繰り返された。しかしこの区間は 最急勾配25%パーミルの単線である上、交換可能駅が北仙台駅、国見駅、陸前落合駅のみであるため増発は困難になっている。仙台駅北仙台駅間の高架化の構想があるが、東照宮付近の景観悪化が課題となって実現には至っていない。愛工駅山形駅間この区間は宮城、山形両県の県境を通る山岳地帯であり、 一日平均乗車人員10から100人台の駅が多い換山区間である。山形市内と仙台市内をつなぐ都市間連絡を重視したダイヤとなっており、工述する1.5往復の桜見駅発着列車を除く全列車が山形駅仙台駅間の通し運転となっている。日中の普通列車は2から3時間に1本、夕方の普通列車は1時間に1本の設定である。 かつては仙台駅桜並駅間の区間列車が多数設定されていたが、その大半が愛子駅より開始に見直され、2012年3月17日のダイヤ改正時点で下り桜並駅2本上り仙台駅3本のみの運行となった。さらに2015年3月14日のダイヤ改正で夕方の一往復が愛子止まりとなり、朝の下り桜並駅1本と、 上り仙台行き2本のみとなった。山形側では、古くより、大宇本線の山形以南の赤湯、米沢方面や偶前地と西北の立岡、新城方面への直通運転が行われていたが、1992年の山形新幹線の開業に伴う、標準木改め機により、赤湯、米沢方面への直通が不可能となった。その後も、立岡、 新庄方面への直通運転は行われたが、1999年の山形新幹線の延伸開業後は、宇前地と西北への直通も不可能となり、大宇本線とは完全に分離された状態となった。仙台側についても、以前は福島駅、岩沼駅、白石駅、松島駅、小田駅発着の東北本線直通列車が、 定期列車として運行されており、仙台空港鉄道仙台空港線の開業と同時に仙台空港駅まで総合直通運転を求める動きもあった。仙台空港線の建設にあたっては、仙山線の高速化及び仙台空港アクセス線との総合直通化の調査を1999年度から国土交通省が行い、各界からも 両県の実現を望む声が強かった。続いて、東北運輸局も両県に関して、公共交通活性化総合プログラムの調査を行った。しかし、2005年12月に行われた宮城、山形両県知事と JR 東日本との会談では、仙台空港線開業と同時に、仙山線と直通運転するのは困難との見解が JR から示された。 当時の JR は、仙山線の遅延型線に波及するのを防ぐため、東北本線直通列車を全時縮減しており、仙台空港線の開業と同時に行われた2007年3月18日のダイヤ改正では、東北本線直通列車を全廃している。同日のダイヤ改正以降、東北本線に直通する定期列車は一本も設定されていない。2007年4月5月には、 団体専用臨時列車として、山形、仙台空港間を直通する列車が設定されたが、仙山線仙台空港アクセス線を直通運転する臨時列車はこれを最後に一度も運行されていない。その後、山形県の議会や行政を中心に仙台空港線への直通を求める要望が、たびたび論議に上がっているが、仙台空港アクセス線は都市型ワンマン運転を、 実施しているため、E721K500 番台と SAT721K 電車のみの限定運用となっており、JR は仙台駅仙台空港駅間のダイヤ乱れを防止する観点から仙山線との直通運転には難色を示している。現在の定期列車はすべて仙台車両センター所属の E721K 電車で運行されている。 1991年の路盤改良までは、佐久並駅山寺駅間を走行する車両の重量に制限がかかり、また車輪空転の懸念があったため軽量車も減速、入線できなかった。また、車両の生産には非常に高価となる交流電源による電化方式が原因となり、走行可能な車両は後日の455系と417系電車。 それにキハ58系機動車、ED78 系電気機関車しか存在しなかった。417系は少水生産に止まり、717系はそもそも速ブレーキを装備していないため、船内での本格的な運用はなされず、同じ船区で30年以上にわたり、大量の455系が在籍し続ける結果となった。2001年の455系の運用撤退以後は、 愛子駅仙台駅間に朝のみ設定される701系を除くすべての列車が719系でバンダイとなったが、これらの列車は E721 系に置き換えられた。仙山線で運用をされた蒸気機関車としては C58 型や9600型がある。このほかに1980年代前半までは主に客車を使用しており、郵便荷物合わせ作り車も連結していた。 仙山線は愛子を境に路線の持つ性格が大きく変わる。仙台から愛子までは沿線に住宅地が多いことから都市近郊輸送路線としての性格が強く、愛子の先は田園地帯や観光地が広がるローカル線色が濃い。仙山線の列車は仙台駅の7.8番線から発車する。線路はしばらく東北本線に並行するが、 ダンロップスポーツクラブのあたりから、急勾配と急カーブで、東北本線を一気にまたぎ西側へ進路を変え、梅田川を右岸から左岸に渡る。ここから、北仙台駅までの区間は歌枕、玉田横野を突っ切る区間であり、東昇宮駅を過ぎると梅田川及び大玄段急の、段急崖との並走区間に入って、崖の斜面や土森の上を通りながら、北仙台付近で再び、 梅田川右岸となる北仙台では、高層マンションが立ち並び、都市部の風景が広がる。北仙台駅を過ぎると、すぐ旧欧州街道と交差し、以後、梅田川と並走しながら、北山丘陵北斜面を走る。北山駅を過ぎると、北山丘陵南斜面側に移り、国見丘陵南斜面を走って、梅田川流域から広瀬川流域に変わる。 これら給料地の多くはファミリー向けの分譲住宅地として開発されている。東北福祉、大前駅と次の国見駅付近には大学、私立高校があり、通勤客と通学客の行き先は反対になる。また、通学、帰宅時間帯には多くの学生で混雑する。国見の先のトンネルを過ぎると大規模な仙台市、く岡岡衛が広がり、く岡駅に到着する。 クズカ駅前は、駅の北側が、ほぼ前日の望遠で、南側には、駅前立地の利点を生かした数棟の大規模マンションがあるものの面的な住宅開発はあまり見られない。クズカ駅を過ぎると、丘陵地から平地に降りて、愛子盆地に入り、陸前お合駅、愛子駅と続く。愛子盆地は開発抑制がなされていたが、道路交通の要衝であることから市街各一気に、 用途地域が変更され、人口が急増している地区である。愛子からは、広瀬川や国道48号線と並走し、山と田園の風景が広がる。陸前白沢熊毛根間にある第二広瀬川橋梁は、深い峡谷にかかるものであり、絶景である。やがて、桜見駅に到着する。駅名の由来でもある、桜見温泉の玄関口でもあるが駅前は、 完散としており、温泉街の中心と2から3キロ程度の距離がある。また、駅のホームには、日本初の交流電化を記念する、交流電化発祥地の石踏みが立っている。ここを過ぎると山を越えて広瀬川支流の新川流域に入り、大羽山脈の山岳風景一色となる。桜波奥、新川間にあった八つ森駅は、1970年まで存在した、 八森スキー場へのアクセス駅だった。その後鉄道ファンから、秘境駅の一つとして認識されるようになったが、2014年3月に廃止された。奥新川駅も深い山の中に存在するが、こちらは定期列車が停車する。奥新川駅付近には、大正時代から戦後にかけて、秋保鉱山があり、また戦前から戦後にかけて、新川森林鉄道があったため、 人口600人余りの集落が存在した時期もあった。現在はブナの森や景流を楽しむ、行楽客がこの駅を利用する。奥、新川を過ぎると、大宇山脈を貫く、千山トンネルに入る。このトンネルを抜けると、山形市に入り、面白山高原に着く。面白山高原駅は、全国で唯一鉄道でしか訪れることができない。 スキー場として2008年度まで営業していたスノーパーク面白山のゲレンデの中にあり、駅構内からスキーリフトに乗れた。そのため、冬季には当駅で降りて、すぐスキーやスノーボードができるよう、仙台や山形の市街地の駅からまるでゲレンデ内にいるように、スキーウェアを着、スキー靴を履いたまま仙山線に乗り込むものがよく見られた。冬場以外では、 面白山への登山客が当駅を利用する。また、この付近をはじめ、桜見山寺間では秋に車窓が紅葉によって、華やかに彩られる。山寺駅付近は、観光地であるため旅館や土産屋が目立つ。山寺とは、立石寺の通称である。山寺を過ぎるとのどかな田園風景が広がる。高瀬付近は、スタジオジブリの映画、思い出、ポロポロの舞台である。 宇前千歳から先は、正式には、大宇本線だが、山形新幹線や山形線とは別の狂気線路を走る。宇前千歳のすぐ先で、山形新幹線、山形線の標準基線路と平面交差して、右側に移り、北、山形を過ぎると当てらざん線と交流し、間もなく、山形駅に到着する。便宜上、宇前千歳駅側の全列車が直通する大宇本線。 山形駅までの区間を掲載。1987年度以降の5年ごとの統計では、前線の1日平均通過人員は1997年度をピークとして減少したものの、その後は横ばい傾向になっている。区間別では、仙台、愛イ間が大きく増加している一方、愛イコ前千歳間では1992年度をピークとして減少している。 報道発表資料新聞記事、ありがとうございます。